リチャード・バチェ、リチャード・バチェは、アメリカ合衆国の商人、政治家。1776年から1782年まで、第二代郵政長官を務めた。妻のサラは、初代郵政長官を務めたベンジャミン・フランク・リーンの娘、娘1737年9月12日、バチェは、イングランドのセトルにおいて、ウィリアム・バチェとメアリー・ブレチンデンの次男として生まれた。 バチェは1765年にニューヨークに渡り、長兄のセオフィラクトバチェが営む小取引業に参加した。バチェは間もなくペンシルベニア植民地のフィラデルフィアへ移り、商社の所有者となった。バチェの商社は西インド諸島との交易により大きく成長した。1767年10月29日、バチェはフィラデルフィアにおいて、 ベンジャミン・フランクリンの一人娘、サラ・フランクリンと結婚した。サラは愛国心と博愛心で広く知られた。バチェはサラとの間に以下の子供を設けた。バチェは1775年から1776年まで、郵政長官、ベンジャミン・フランクリンの下で郵便公社の会計監査官を務めた。そして1776年にフランクリンの公認として、 郵政長官に就任し、1782年まで同職を務めた。バチェは、また戦争委員会にも参加した。1811年7月29日、バチェは、ペンシルベニア州バックス軍セトルで死去した。ありがとうございます。